こんにちは、アマセンです。今回は現役病院薬剤師が語るブラック中小病院のリアルな現状第13話未婚40代女性薬剤師の扱いづらさについてお話ししていきたいかなと思いますはいということで完全にもうタイトルで内容は終わってしまっているんですがあのー なんだろうね、悲しいですっていうところとあと薬剤部内で結婚系についての話が微妙になくなってるっていうね異様な空気というそこはなんか触れちゃいけないそんなラインになってるんじゃねえかみたいなそんなあのー 思惑というか、なんかよくわからないそういった空気が流れていて、別に個人的にはどうでもいいんですけど、うんまあ、ちょっと調べたところによると、40代女性の5年結婚率、まあ、ざっとあの全部のサイト等で調べたわけではないんですけど、最初に見たサイト、40歳の5年 結婚率、零点九二パーセント、四十五歳の五年結婚率、マイナス二点九八パーセントという結果で、ちなみに、そのマイナスっていうのは、四十五歳から結婚していて、そこから離婚して、あのその後、一人になってからの結婚率も含まれているから、っていう意味みたいです。はい 特に言ううとと未満っていうことですね。はいまあ、ちょっとね不運なこともあると思うんですけどあの薬剤師ってまあ基本的にあんまりお金についてそんなにあの困らない具合なあの収入形態なので、まあ、特にあの女の人は、まあ、どちらかというと多くもらえる方。 で、しかもずっと働けるし、まあ、あと、まあ、普通にパートでも行けるし、あの、重宝されるし、ということで、あの、まあ、不自由しないっていうのが、ま、一つの、まあ、こういった傾向になってんのかな、っていうところ。と、まあ、あと、男女平等機会均等法みたいな昔なんかふざけたやつ、法律がなんかできて、 でまあ、進出しやすくなってうんぬんかんぬんみたいなところを鵜呑みにしてっていうのもあるしまあ、あと不景気だからもともとの結婚率が下がってて、まあ、男も結婚しなくなってって言ったところでっていう背景もあると思うんですけど、まあ、すごくあの悲しいですはい何とも言えないなんか触れられないそんな感じ 個人的に言うとあのまあ全く自分も結婚まだしてないんですけど、うん、まあ結婚しようって言われたら「あいいよ結婚するか」ぐらいなあのそんなスタンスなのでまあ別にいいんですけど <laughs>、うん、あの男の、まあ、まあ40代じゃないんであれなんで。 まあそこまであれなんですけど、まあ、そこまで不自由もしてないし別にしようと思えばするしみたいなそんなところなのでなんともあれなんですけど <laughs> うんなのであの薬剤師女性薬剤師の方にちょっと言いたいのは、うん、まあパートでも全然 収入的にいいので、まあ、なるべく早めに <laughs> 決めといて、誰と結婚するか。で、結婚した方がいいんじゃねえかなと、個人的に思います。はい。あの、後でいいやってやってると、結構後悔しちゃう方もいらっしゃると思うので、うん、注意はしといた方がいいかなと思います。あと、6年生なんで、あのストレートに行って24歳で卒業。 で、就職して25歳になってる。その時点で25歳だからね。育学部にいる時に結婚は多分しないと思うので、25歳からスタート。あの、最年少で。25歳スタート。で、まあ、3年は仕事を覚えるために結婚しないでおこうってうすると、28になっている。28って案外、あの、 女の子的にに結構ギリギリリラインに入ってきてきいてで29になってると異様に焦りだしあの30になる前に結婚しないとっていう変な焦りが生まれてきてでで焦って結婚してこんなはずじゃなかったで離婚してっていうそういった変なパターンで離婚して30になり。 ま,あ結構まだいいやって思ってズルズルしてって35とか40になってくると厳しくなりますね。あのおそらくね、まあ、経験しないで何とも言えないんですけど、あの外から見るとものすごくあ,のあやべえなこれはって思ってしまいます、うん。焦ってはダメだけど、早めにある意味手は打った方がいいんじゃないでしょうかというところですね。まあ、あと微妙に 女性薬剤師って意外とちょっとプライドあるんで自分と同等かちょっとそれよりまあそれは薬剤師に限ってじゃないと思うんだけど自分と同等かちょっと上の人じゃないと嫌だみたいな、まあ、薬剤師か、まあ、医師かみたいな、まあ、ドクターも人選ぶんで別に君じゃなくてもいいかなみたいな そんな感じなので、うんまあ、別にいい女顔で選んでるんでって言った瞬間に、まあ、その,あの女性薬剤師がいい顔かどうかは別にあれですよあの40代の女性薬剤師のことは言ってないですよあのその,あの30代とかその薬剤師の人がすごく可愛いかもしれないけどまあ普通かもしれないけれどそこのあの ビジュアルで選ぶとしたら別にあなたじゃなくてもいいからみたいなそんな感じになってしまうのでドクターから言わせると、うん、なので、うんまあ、自分が養ってちょっと養っちゃおうかなぐらいなそんな広い心を持っていれば、まあ、案外そっちの方が幸せになるんじゃないかなと思います、はいまあ、それぐらい懐が深い 人の方が長い間幸せになるんじゃないかなと個人的に思いました。はい。ちょっとあのタイトルから外れてしまいましたが、そんな感じでございました。はい。ということで今回は、現役病院薬剤師が語るブラック中小病院のリアルな現状13話。未婚40代女性薬剤師の扱いづらさについてお話ししてきました。それでは。 ご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあね